はいどうも、ひろとです。本日は助っ人として参加させていただいた紅白戦のプレーをお届けします。では早速見ていきましょう。この日は翔平さんとひろとで参加させてもらいました。翔平さんは3番で出場。ノーアウトランナー1、2塁の場面でセカンド裏にしぶとく落とすヒットとなります。振り切っているからヒットになります。これで翔平さんは満塁の場面を作りました。ランナー1塁でヒロトの1打席目です。高めに手を出して三振となります。翔平さんの2打席目です。ガンと遅い球をしっかり待ってしっかり振り抜き三遊間破り2本目のヒットになります。翔平さんこの日バッティングの調子が良かったのでこの後の打席も注目です。ヒロトの2打席目トントン引きつけて逆方向へライトゴロを狙われますがしっかりとヒットにします。この打席はカーブに絞って逆方向へ強い打球狙い通りのバッティングができました。続く翔平さんの3打席目です。サードライナーになります。この打球も強い当たりだったので本当にこの日調子がいいんだなと思いました。ヒロトの3打席目2ストライク追い込まれてからこれを引っ掛けてしまいサードゴロになります。本当自分は逆に調子が悪かったです。翔平さんの4打席目です。この打席に注目してください。ドーンとドーンドーンと中間を破り鳥もびっくりするほどの逆方向への長打に2点タイムリーツーベースヒットとなります。ストレート1本に絞って逆らわずしっかりと振り抜いています。本当に翔平さんこの日調子いいです。ヒロトの4打席目はワンボールからこれも皆さん注目してください。抜けた変化球が頭に当たってしまいました。もちろん自分は平気でしたがヘルメットに差つけられました。何もなくてよかったです。ヘルメットは本当に大事なのでしっかりと被りましょう。続く翔平さんの打席です。ノーツーからドカンとレフトへ大きい打球入るか入るか、しかしこれはフェンス手前でアウトとなります。翔平さんさすがの打球です。でもヒロトはこの打席スリーボールワンストライクとしてこれをしっかりフォアボールを選びます。フォアボールは本当に大事ですからね。そしてヒロトマウンドに上がらせてもらいました。まず先頭なんですけどいい当たりもセンターフライに打ち取ります。打ち取ることは大事ですからね。いい当たりでもこれでワンアウトとします。そして次のバッターは追い込んでからストレートを打たしてファースト翔平さんの元へしっかりと掴んで2アウトにします。この返球が早い。そして2アウトから打たしてショートゴロにします。この回は3人でピシャリと抑えます。ヒロト2イニング目突入します。私ヒロト複数イニングを投げると小判ばっかりでフォアボール出してしまうのでそこが課題です。まず先頭まっすぐで打ち取ります。これも課題なんですけど先頭をフォアボールで出さないことこれを気をつけています。次のバッター2ストライク1ボールを追い込んでから変化球を打たしてショートナイスチャージで2アウトとします。打たして取るとやっぱり球数少なく抑えられるのでいいですね。そして次のバッターに対してはフォアボールを出してしまい進塁でピンチになります。次のバッタードカーンとセンター大きい打球これがセンターの超ファインプレーでこの回も無失点で抑えます。本当に危なかった。フォアボールって本当に怖いですね。そしてヒロト最終打席はまたもやサードに引っ掛けてアウトとなります。この日は本当にバッティングの調子が悪かったです。残念でした。ヒロト3イニング目のマウンドへ先頭を出したくないとこなんですがこれがフォアボールとなってしまいます。本当にもったいないです。
そして次のバッターは追い込んでから高めのボールを振らせ三振にします。このボールはバッターが振ってくれたっていう感じでした。そして次のバッター3ボール2ストライクからフォアボールでピンチになります。そして次のバッターも3ボール2ストライクからこれはピッチャーゴロに抑えてセカンドでアウトとします。なんとか2アウトまでこぎつけました。そして次のバッター変化球を打たせてショートまたもやナイスチャージでこれでゲームセット。ピンチも同日3イニングを無失点。助っ人を呼んでいただきありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。